皆さんこんにちは。今回もドラクエ7モンスター食縛り、やっていきますよ。前回は、神様を復活させたら、なぜか現代でも魔物が出るようになったところまでですね。今回はその続きからやっていきますよ。前回神様を復活させた際、パーティーから離脱したメルヴィンに代わって、マリベルが加入しました。マリベルは、離脱した時からレベルが変わっていないので、HP の低さが際立ちます。メルヴィンがいない、それすなわち、ザオラルモチもいないということなので、メルヴィンが復帰するまでは、今回の縛り上、一番危険な時間帯となってきます。ジジイだいぶ遠くに逃げたな。どうやって海を渡ったのでしょうか。ドーバー海峡横断的なノリで、泳いで渡ったに違いないでしょう。多分ね。神の真意も何も、そもそも神を復活させようとしなければ、こんなことになってなかったんだよな。というわけでこのパートは、四聖霊を探しに行きますよ。そんなこんなで、いきなり戦闘があります。いつも通りステータスとアイテム確認をば。アイラがもう少しで、呪いのランプをマスターしそうですね。次に転職したい心をまだ入手できていないので、余っている心のどれかに転職し、お茶を濁しておきましょう。マリベルは今回の戦闘では持っている攻撃呪文と特技が一切効かないので、アイテムで攻撃と回復をする係です。半分新入りに近いと言っても過言ではないということで、適切な役割分担ではないでしょうか。炎の精霊というか、ドラクエ4やドラクエ5に出てくる、炎の戦士みたいな見た目をしてますねこの人。よし、しばき回しましょう。精霊不正が人間様の言うことに従わないなど、あってはならないですからね。少しは歯応えのある敵なのか？行くぞ！というわけで、炎の精霊戦です。作戦は、ガボを命令させろ、アイラはバッチリ頑張れ、マリベルは命大事ににしておきます。ガボには、私にバイキルトをかけてもらいますよ。ルカミが効くみたいですね。マリベルしか持っていないので、すっかり存在を忘れていました。敵の攻撃で全体的に HP が減ったので、ガボの作戦を命大事ににして、ベコマラーをしてもらいますよ。マリベルは素早さを上げる装飾品を装備していないので、先行回復が間に合わない前提で、立ち回っていきたいと思います。このターンガボは、アイラにバイキルトをかけてもらいましょう。ほげ、最大火力の私が、一ターン休みになってしまいました。敵の HP が単独では今までで一番多いので、火力がかりは休み状態にならないでほしいところ。ガボは自分にも、バイキルトをかけていきますよ。敵の攻撃もそんなに痛くないから、負ける要素がないわ、が。今とんでもないダメージを受けた気がするんですが、目の錯覚でしょうか。とりあえずガボの世界樹の葉で、マリベルを蘇生させますよ。炎の精霊の激しい炎の、髪の毛が竜になって火を吹く演出、結構好きです。ひとまずガボを命大事ににして回復してもらい、マリベルは、ルカミの重ね掛けをしていきますよ。光栄には撃つなよ。的確すぎるだろマジで。投げた球が右に向かった瞬間、いろいろと察してしまったわ。ガボは私にバイキルトのかけ直し、アイラはマリベルに世界樹の葉を使ってもらいます。HP を計算しながら戦えば、敵の HP が残りわずかのタイミングに、マリベルを蘇生できますが、マリベルのルカニはこの戦いで役に立っているので、頑張ってもらいますよ。ルカニの効果延長前にマリベルがやられていたので、このターンこそマリベルには、ルカニをしてもらいます。さて、ここらで炎の精霊の行動を、解説しておきますか。マリベルがパーティーに加わっている関係上、多少は制作者さんサイドの忖度が入っており、一回行動となっています。優しい。プレイヤーサイドの危うさを気遣ってくれるこの優しさ、見習うべきところがありますね。よく見たら、アイラだけ炎耐性がないのか、ダメージが他のメンバーより食らってますね。ひとまずアイラのバイキルトが切れたので、ガボはアイラに、バイキルトをかけ直しましょう。
こうして見ていると、敵の HP が高めとはいえ、あっという間に3000ダメージも削れているんですね。メルビンがいないことを考慮して、ルカに耐性がないということも、影響していそうですね。ガボに勝手に MP を使われてしまうと、回復面で非常に苦しくなってくるということで、作戦を呪文使う名に変更して、MP の節約を図っていきましょう。後衛の HP が危険水準なので、このターンガボはラストベホマラーをしてもらうしかないですね。ラストベホマラーって、ただガスケツになりそうなだけなんですが、響きがかっこいいですね。私のバイキルトが切れましたが、ガボの MP がないので、すぐにはかけ直せません。HP の回復はマリベルに任せて、このターンガボは祈りの指輪で、MP を回復します。あ、マリベルが敵に先行して回復できなかったので、アイラがやられてしまいました。今世界中の歯を持っているのは私とマリベルですが、私は敵を殴るのが仕事なので、マリベルにアイラの蘇生を任せますよ。ガボは私にバイキルトのかけ直しをしたいですが、ここは焦げ。このターンの蘇生はできんかったか。気を取り直して、このターンこそアイラを蘇生させますよ。炎の精霊さんさ、あまりにも濃厚すぎんか？小石級してるレベルやぞ。ここで私が世界中の歯でマリベルを蘇生させ、マリベルの世界中の歯でアイラを蘇生させないと、時の砂を使う羽目になってしまいます。お願いだから、蘇生を成功させてくれー。作戦を変え忘れて、ガボがなけなしの MP で勝手にスクルトを唱えています。オケオケ。今回はおたけびで一旦休みにもならず、無事アイラの蘇生に成功しました。ひとまず立て直しには成功したので、ガボは私にバイキルト、マリベルはルカニをかけていきましょう。敵からの一撃が結構でかいので、もし敵が1、2回行動だったら、後衛の2人はいつやられてもおかしくないでしょう。ラストスパートで、ガボはアイラにバイキルト、マリベルはルカニをもう1回かけていきますよ。このターン敵が火柱を藤波してきたら、リセットになっていましたが、大丈夫でしたね。もうクタクタ。最後の最後まで気が抜けませんでしたが、なんとか炎の精霊、討伐完了です。さて、精霊を探すイベントなんですが、大地の精霊に関しては、ボスがいないので、復活シーンまでカットします。重力に逆らいすぎやろ。なんか構造としては、泥人形に近いような気がしますねこれ。これを縛いた場合、関節ごとで崩れ去っていくような感じになる気がします。なんか絶妙に、左右対称じゃないですね。とか言ってたら、アイラが呪いのランプを、マスターしました。アイラが次に転職したいモンスター色の心は、4精霊復活後、移民の街のラッキーパネルで入手できるので、それまではあまり使い道がない、ゲリオンにでもしておきましょう。名前の響き自体はかっこいいんですが、使えるかどうかというのは、また別問題ですからね。この技をヘルクラウダー戦で主人公が持っていたら、音もしばくのに重宝したのにな。さて、風の精霊に会うために必要なものを取りに来たのですが、ここで戦闘があるので、ステータスの確認です。やはりレベル差なのか食料によるものなのか、マリベルは一段落ちる感じですね。ここに来て、雑魚敵として出現するキングムーチョと、色合いまで全く同じやつが、ボスなんですが。キングムーチョのケツを見れる画角、いいぞこれ。カメラワーク班の性癖が浮き彫りになってますねこれは。しかも、女キャラなのかよ。キングムーチョのケツかと思ったら女のケツやったわ、ムホホのホ。敵からの自己紹介がなかったのに、急に敵の名前が判明した、メンガル戦です。作戦は、アイラはバッチリ頑張れ、マリベルは命大事に、ガボは私に、バイキルトをかけます。ルカニが効きましたが、下がり幅が低すぎるだろ、だいぶ食らったなおい。強化攻撃で100ダメージ超えは、シャレにならんわ。
相手から受けるダメージは低体ですが、こちらのダメージもかなり通るので、短期決戦でいきましょう。は？ HP 全開のアイラが、余裕でワンパンだったんですが、今の痛恨ダメージを見た感じ、私以外は、耐えられそうにないですね。私も耐えれんかったわ、失礼失礼。私が痛恨の一撃を耐えることができれば、戦闘時間は長引きますが、二王立ちで攻撃をすべて引き受けて、安全な戦闘になると思ったのに、完全に計算外ですね。メンガルの痛恨の一撃は守備力無視のダメージが出るので、スクルトなどで守備力を上げても、意味がないです。ここに来て意外な、強敵登場だな。今回の作戦は、痛恨が来ないように祈りながら、速攻撃いい加減にしろマジで。痛恨が出すぎだろうが、このターン放心状態になって私の蘇生もしないでやけくそな行動をしていますね。ここは一旦冷静になり、このターンはマリベルの世界樹の葉で私の蘇生をします。私以外の世界樹の葉がなくなったので非常には力ため、バイキルと火炎斬りの相乗効果で700ダメージも出ましたね。ようやく立て直せたので、ガボは私にバイキルトをかけて、マリベルにワルカミの、重ね掛けをしてもらいます。正直大ダメージの殴り合いは、プレイ時はさておくとしても、見ている分には大怪獣バトル感があって、非常に面白いですね。前のターンに、アイラのバイキルトが切れていたので、かけ直します。本当によく出る痛恨だこと。私がやられたまま勝利しても、縛り違反になってしまうので、蘇生できる技がないか探しています。あったー、通常プレイだと使うことのない技ですが、今回は頼らせてもらいます。アイラもやられたら蘇生手段がなくなるため、リセットとなります。アイラに攻撃が飛んでこず、痛恨も出してこないことを祈っていきましょう。残念。やはりメルビンのザオラルじゃないと、いまいち確率での蘇生は、信用なりませんね。は、ジジイの年季が入ったザオラルよ。痛恨はやめん、セフセフ。本当に、なぜキングムーチョ相手に、こんな目に遭わなければならないんでしょうか。ガボに何をさせればいいのかわからなくなったので、スクルトをさせています。司令塔の私がやられ、指揮系統がめちゃくちゃになってるからしゃあない。また蘇生に失敗したので次こそは頼むで、ワイのアイラよ。アイラが愛情を込めてくれれば、私もいつ帰れるはずや。私がやられてから、痛恨の一撃が来なくなりましたね。よほど私が憎かったらしい。ふぅ、長かったー。ようやく私が、蘇生しました。痛恨が来ないうちに、さっさとしばきましょう。アイラの作戦をバッチリ頑張れにして、ガボは私にバイキルと、マリベルは私の蘇生で頭から抜け落ちていた、ルカニの重ね掛けをしてもらいます。今まで敵がこの戦いで一度も使ってこなかった技で、急にマリベルがやられました。でも大丈夫、今回は私の世界樹の葉があるので、蘇生が楽ちんです。痛恨はやゼフゼフ。無事、マリベルの蘇生が成功しました。また精霊の歌で蘇生させるのは勘弁してもらいたいところなので、さっさとやっつけましょう。残り HP が100を切ったということで、ようやくこの長かった試合も、終わりを迎えそうですね。HP、ぴったしでしたね。見事なものだな。そんなこんなで、風のローブを取り返すことができたので、風の精霊を復活させましょう。上に掘られている精霊のイメージと同じのが出てくると見せかけて、どうせあれなんでしょう？おほほのほ。ドストライクのたまらん姉ちゃんが来ましたねー。おっぱい、トラウンバン！は？は、時代を先取りしすぎやろ。さすがはラルですわ。この角度から見上げる風の精霊たそ、たまんねえなおい。ボードラクエ大辞典だと酷評されていましたが、マジでたまらんよりのキャラだと思うんですが。
なんなりと。それはつまり、私が風の精霊たそと5年間付き合えるというお墨付きをもらえたということでよろしいか？ 5 年分の男を用意するというのは、大勢の男を用意という意味ではなく、風の精霊たそを5年間満足させられるだけの器を備えた、私のような人間と出会わせろと言いたいに違いないですからね。いきなりでぶしつけなのだが、君に頼みがあるのだが、聞いてもらえるかな？我が手元に置くのが最も安全だ。我が妻に迎えたい。私のプロポーズを受けてくれるな。いきなりでぶしつけなのだが、体に触るぞ。ではヒップで行くぞ。激しい戦いだ。今日は早いな。何？まだやるつもりか？もうクタクタで、また後でな。もてなし感謝する。ふう、これでもかというくらい風の精霊イベントを堪能しましたね。過去一の自己満タイムでしたわ。電化ボイスで気持ちよくなったのは置いておいて、炎、大地、風の精霊を復活させると、満を持して水の精霊も復活しました。あ、共に帰るのはやめてもらって、風の精霊たそは私と5年間付き合うという義務がありますので、残りの3人で、何卒よろしくお願いします。よく見たら、大根くらい顔の面積がありますね、この神様。なんだって。なんと神様は本物ではなく、倒したはずのウルゴデミイラだったのだ。真相はそういうことだ。以前倒した時は色が違っていましたが、今回は緑色ということで、バトエンとかに合った色合いになりましたね。そもそも、神を復活させようとしなければ、こんなことにはならなかったんだよな。さらばだ。ここでマリベルは退場、永久にパーティーから、抜けることになります。バイビー。3DS 版で確定入手できる、ダークビショップシン、本当にありがたい。MP の少なさを補うために、ガボにダークビショップになってもらいます。その代わり、ただでさえ低い HP が減った気がしますが、気のせいでしょう。ではこのシリーズ最後のラッキーパネル、やっていきますよ。移民の街のカジノは、四精霊復活後に商品がリニューアルするんですが、ラッキーパネルも景品が増えます。ただし、ラッキーパネルをやるのに750コインかかる割に、大したものが増えていないので、普段はスルーします。移民の街のラッキーパネルで新たに入手できるモンスターの心は、ヘルバトラーとコスモファントムです。この二つの心はドロップでは入手できないので、ラッキーパネルをする必要があったんですね。一応 3DS 版では、モンスター石板のボスにすれば、討伐時に入手できる可能性がありますが、モンスター石板を作るためには、そのモンスターをモンスターパークに勧誘する必要があり、若干手間です。早速、入手したヘルバトラーの心をアイラに使います。アイラは最終食料まで、あと一歩です。ラスボスに苦戦しなかった場合は、お目見えは裏ボスになりそうです。メルビンが鼻かわせみのままラスボスに行くのは、ラスボスに非常に失礼だと思うので、ラス団のアイテム回収やモンスター図鑑を埋めがてら、熟練度を稼いでいきますよ。ついに、MP がある限り何度でも確定で蘇生できる、この縛りの救世主、ザオリクが来ましたね。これでだいぶ、精神的に楽になってくるでしょう。プラチナキングの心は、今回の縛りでは裏ボスを倒さないと、メダル王からもらうことができないので、使わないでしょう。アイラにも、ベホマラーが来ました。これでガボの役割が、少し軽減されましたね。ひとまずメルビンの花かわせみをマスターするため、もう少し熟練度稼ぎをする必要があるということで、心のドロップ率が16分の1と比較的高く、バイキルトを覚える、リザードマンを乱獲しています。そっちか。残念。とはいえ、先ほどの戦闘でメルビンが花かわせみをマスターしたので、転職しますよ。今までのパートのおまけで散々言っていた、ローズバトラーに転職します。
さすがに物語も終盤ということで、うちのパーティーもだいぶ、いかつくなってきましたね。お、今度こそ来たか？やったぜ。では帰るぞ。というわけで、次回はいよいよラスボスのオルゴデミーラ戦です。一発で勝つことができるのか、見とけよ見とけよ。少しは歯応えのある敵なのか？力を試すのにちょうど良い相手が現れたな。行くぞ！それでは、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。おまけです。今回転職したモンスター職の解説をしていきますよ。まずはじめに、ゲリオンです。中級職だけあって、全体的にステータスは伸びますね。下がっているのが、MP と、死にステータスの賢さ、かっこよさだけなので、物理攻撃したいなら、問題ないでしょう。次は、覚える技です。ゲリオンは物理系のステータスなのに、覚える技は、攻撃魔法が多めになっています。食用マスターの得点も力なのですが、なぜここまでバギ系にこだわっているのかは謎ですね。最後に、転職先を見ていきましょう。なぜステータスがそこそこ良い中級職のゲリオンが、余った食用になっているかというと、経由してなれる食用が、前回コスタールのラッキーパネルで入手した、アンドレアルしかないからですね。というわけで、なる意味がないというわけです。次は、ダークビショップです。ステータスを見ていきましょう。魔法系の上級職ということもあり、HP にはマイナス補正、力と素早さは補正がかかりません。とはいえ、マスター前にもかかわらず、耐性が複数あるので、優秀ですね。一攻撃も、吹雪系は対策なしで軽減できるのが、強みですね。次に、覚える技を見てみましょう。上級職ともなると、職用レベルごとに覚える技があって、熟練度稼ぎが楽しくなりそうですね。今回覚えたザオリクはモンスター職だと、ダークビショップとプラチナキングしか覚えることができないので、この縛りでは貴重です。攻撃呪文の最強格をほぼ網羅しますが、ガボには補助を任せたいので、熟練度稼ぎでしか日の目を見ることはないでしょう。食特性の消費 MP 減少は、ガボの MP の少なさを補うことができるので大変ありがたいです。下級職からの転職を見てみましょう。心がない場合、コスモファントムと死神貴族を経由すると、転職が可能です。コスモファントムの心は、移民の街のラッキーパネルで入手できますが、死神貴族は腐った死体と踊る宝石とホイミスライムを経由するか、心ドロップを粘らなければいけないので大変です。3DS 版で、ラスダン前にダークビショップの心が落ちていて、本当に助かりました。次は、ヘルバトラーです。ステータスを見ていきましょう。補正なしが多いですが、その分マイナス補正もないので、非常に安定したステータスです。耐性も非常に多く、トータルで見ると、中級職の中ではトップクラスの性能だと思います。続いて、覚える技を見ていきましょう。今回のパートで覚えたベホマラーのおかげで、全体回復できるキャラが二人になり、ラスボスとウラボス戦の安定感が、増すことになるでしょう。最後に、転職先を見てみましょう。下級職からの転職は、書いてある通りなので説明は割愛します。上級職の魔人ブブは、呪いのランプがマスター済みのため、ヘルバトラーをマスターしたらすぐ転職が可能になります。最後に、ローズバトラーですね。覚える技からは考えられないくらいの、脳筋ステータスです。耐性は植物系だけあって、上級職の割には少ないです。それでは、覚える技を見てみましょう。なんと言ってもおまけで散々言っていた、マダンテですね。もし次のパートでラスボスにコテンパンにやられ、主要しないと勝てないとなった場合、熟練度を稼いで覚えることになりますが、マダンテの真の活躍は、ウラボス戦の予定です。それまで交互期待ということで、最後に、転職先を見ていきましょう。下級職からの転職は、メルビンがなんとか成し遂げた、花川セミトイド魔人からですね。一応フライングデビルを経由すると、二軸弱への転職が可能なのですが、コスタールのカジノで二軸弱の心が入手できるので、通常プレイでも、わざわざ経由してなることは少ないでしょう。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。